村正和先生にお願いしてまいります。よろしくお願いします。では先生お願いいたします。タバコとかを吸ってると低くなる。そうですね、弱いんです。肺がやられると結構悪い数値になる。ずっと加えたままです。ちょっと申し訳ないですけど、そこで止めて思い切り、そう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 、上手です。どうぞ。せーのおーっということで、はい、ちょっと開いた。すごいね。18歳。私はじいじにうちに来る前は禁煙とは言わないけど10分前はやめてね、1本のタバコとでも、まあ、できたら1時間前に。1時間前、ちょっと優しく言ったんですけど1時間前にしますか。何か少しずつ心がけて、本人の体のことだけじゃなくて家族の全員のことを考えて言ってほしいなと思いました。吸わない人にもやっぱり気を使おうよという、そういう受動喫煙、これをぜひ先ほども言いましたように、やっぱり町や公共の場ということもにこう広げていただいて、ぜひ健康被害をなくしていくような法律も定めていった方がいいんじゃないかと。